ブルラジ。ようこそブルラジネオへ。ギガスを倒したらその後ろに究極生命体が出てきた。本当のラスボスはお前か、この野郎。ラグナーサブラッテッチ役杉田智和です。ノエルバーミリオン役近藤かな子です。みんな久しぶり、椿弥生役今やさみです。はい、というわけでもう初っ端から台本にないことがバンバン飛び交っておりますが、はい、約1年ぶりに復活しましたブルラジ。ただですね、変わっているところがあります。杉田君気づいてます？今私たち何が変わったって言うんですか？僕ら の, あの内臓とかの健康状態あ、それはね、変わってる。今井さんはもっと自分の体を大事にしてください。わかった、大事にする。そう、私たちも大事にしなきゃいけないけれども、見た目はね、今私たち若返ってる可能性ありますよ。なんだって、なぜならばん、なんと最先端の 3D です。はい、くるくる回るやつ、くるくる回るやつ、今 3D になっちゃいましたね。そうなんです、うん、なのでね、新しいブルラジオを楽しんでいただきたいと思うんですが、うん、この番組は、はい、2018年5月31日発売のブレイブルークロスタッグバトルを応援するべく、うん、ブルラジネオとして帰ってきちゃいました。イエーイ、イエーイ。普通頭も来てますね。そんなテンションで大丈夫、近藤さん？大丈夫です。最後まで持たないよ。そんなもう年齢がね、でも頑張ってきます。はい、じゃあ早速いきますよ。はいはい、メールこちらは来てますね。アルクさん、男からいただきました。はい、今井さん、杉田さん、近藤さん、ブルラジは、ブルラジは、このブルラジ次はネオですか、リターンですか、カムバックですか。ワクワクが止まりません。あ、早速タイトル当てた人がいましたね。素晴らしいですね、一発目で当ててますね。ネオね、ネオです。ネオです。あ、海外からも来てますね。はい、こちら楽しみマンさんからいただきました。名前が面白い、うん、男です、はい、台湾の視聴者です。あら、ブルラジは毎回視聴していました、うん、パーソナリティの皆様がワイワイやってる感じとスタッフの皆様の熱意を感じさせるテンポのいい内容がとっても好きでして、何回も繰り返し視聴した回もありました。復活の知らせを知って一人の視聴者として応援の気持ちだけでも送りたいと思って、まだ未熟な日本語を使ってお便りを投稿させていただいております。もう上手です。これからも更新を楽しみにさせていただきます、というふうにいただきました。ありがとうございます。温かい気持ちが伝わってくるよ、うん、はい、というわけで本当にあの皆さんからたくさんおめでとうメール来てるんですが、うん、全部紹介できなくて残念です。はい、でもこの後もね、コーナーもありますので、はい、楽しんでいただきたいと思います。はい、はい、そんなわけで生まれ変わったブルラジネオ、せーの、スタートです。なんだ、ブランクがあるね。あ、そうそう。この番組はアークシステムワークス株式会社の提供でお送りします。ブルラジネオは、はい、改めまして杉田です。近藤かな子です。今井あさみです。そして、はい、ブレイブルーシリーズのプロデューサー、どうした元気ないっすよ。ブレイブルーシリーズのプロデューサー、秋田さんの森です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけで、まあ、まずは森さん、1年ぶりのブルラジ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、また楽しくやれれば嬉しいなと思っております。うん、最後のブルラジが2017年4月6日配信でちょうど1年ぶりということなんですけれども、うん、もうブルラジ復活、なぜやろうと思ったんですか？うん、それは決まってるじゃないですか。ブレイブルクロスタッグバトルをいっぱいいっぱい CM しなきゃいけないんです、僕は。そうですね、周りから間接的に聞きましたよ。なんかこうクロスタッグバトル強化月間だから、うん、森さんはそこに優先的に組み込まれた、うん、そっか。うん、メールも来てるんだよね。はい、ブルラジネームまさこさんからです。はい、ブレイブルクロスタッグバトル予約しました。えらい、ありがとうございます。ブレイブルーの新作ということでテンション上がってます。アジニャンとラグナのチームで組んでやりたいと思います。あ、初心者には優しくコマンドとコンボを出しやすく変更されているとのことで、格ゲーをやったことのない友人にも布教したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パーソナリティの皆さんはどんな組み合わせでゲームをプレイしたいですか？ラグナとルビー、あ、色が似てるっていう。ああ、なるほど。あ、でもいいかもね。色が似てる。チーム感出るよね。武器も似てるんですね。そう、武器も似てる。はい、だからラグナの武器欲しがるのよ、ルビーが。そうだね、うん。すごいテンションで。うんうん。あげちゃおうかなって。あ、あげてください。そしたらちょっと拳で戦わないといけなくなるね。うん、
隣にあの、うん、ルビーの武器かルビーちょうだいって言うから、うん、ええええあのちょっと首つってきます。そうだねそうだね、はい、はい、こんちゃんはどうですか。あ、私はあーやめとおりちょっとコップスっぽい帰ってきてよいしょ。あー、ブルラジってこんな感じだったな。無理やり下ろそうとすると縄がもっと締まってしまう。あー、どうしようどうしよう、抱える抱える、うしょよい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 しょ。その役はあゆめちゃんじゃねえんだよな。そうでしたすいません。はいはい、あさみちゃんはどんな企画がいい。私はもちろんですね、あの、ジン兄様とジン兄様と、うん、つばき、うん、うん、うん、つばき、うん、あれ、つばき、うん、つばき、ジンと誰、ジンと、つばき、誰、うん、つばき、近藤さんは、うん、あ、私はやっぱりノエルとニューのタッグが見たいなって思います。あ、なるほどね、なるほどね。めんどくせえ組み合わせ。あ、じゃあ私こうする、ジン兄様とイザヨイ。イザヨイ、え、で、出るの、え、え、あれ、そう、私は今日このためにここに来ました。なんだって。もう別にブルラジ復活は嬉しかったよ、はい、嬉しかったけど、 あ、はい、あの、複雑な気持ちです。森さん、あら、あら、つばきとイザヨイは、はい、今日発表されるんですよね。今日多分この番組中に多分だけど発表されるんだと思ってる。そうだよね、そのためだよね。そうだから、そうだよね、後半になったらきっとなるんだよね。なんか、はい、あれです、一番最初のブルラジオを聞いてる気持ちですよ。本当だ、あ、本当だ、懐かしい。そうだった、プレイアブルしてなくて。そうだ、椿、そう、椿学生服だったよね。そうなの、な、私ここにいていいんでしょうかみたいな空気だったんですけど、またもやデジャブ、すごい既視感なんですけど。さあ、そ、まあ、ほら、人気があればもしかしたら、あ、森さん、森さん、前出そうよ、前。え？固まったよ。前出そうよ。そうだ、そうだ。そうですね。あ、でも大丈夫です。きっと番組の最後までに何かしらの発表があるって私信じてます。メール読もうっと。あ、お願いします。どうぞ。こちら、いつもの感じで言ってくるようさんからいただきました。はい。あ、これちょっと表現しづらいな。なんだと？いや、ふぃーって書いてある。ちょっと最近のネットスラングよくわかんないんだよな、ちょっと難しいね、これね。当てたかな、いつもの感じで言ってくるよさんのイメージ通りだといいんですけど。皆さん、ブルラジは、ブルラジは、はいはい、待ってました、この時を。このラジオがまた聞けるなんてということでいろいろ書いてあるんですが、はい、私は中学2年生の頃からブレイブルーを楽しんでいます、うん、今ではもう社会人の23歳。まあそうなるよね。ブレイブルーは人生の一部ですと、もちろん、ブレイブルークロスタッグバトルももちろん予約させていただいておりますということで、ブレイブルー大好きです。そして森 P さん、ありがとうと、はい、いただいてますが、なるほど、もう10年ですよ、14歳から23歳まで、驚いた。一緒に考えたらそうですよね。そうですよね、10歳の子供だったらもう成人式だわ、ね、そうなりますよ。なんでしたねえねえ森さん、10年ですよ、向こう、はい、応援してくださってる皆さんにね、ちょっと何か一言いただけませんか。もう本当に10年間支えてくれて本当にある、もう感謝の言葉しかないんですよ、うん、そうですね、はい、ブルラジもね、あの、始まってから随分経っておりますけれども、うん、はいはい、まあこの後は、まあ、3人でとりあえずコーナーやるんですが、はい、森さんはあの、天に戻ってください、はい、あれ投げられないさあ、それでは今回はおなじみのこの3人でこんなコーナーやってみましょう。ブルラジネオ、今運命が交差するブルラジクロスクイズバトル。はい、このコーナーはブレイブルークロスタッグバトルに登場するワンシーンを使ったクイズに答え、私はフリーじゃない。え、なんで、なんでですか。なぜかというと、つばきもいざよ読めないから。知らないよ、そんなことはありません。ヒントがないよ。大丈夫だよ。まあそんなワンシーンを使ったクイズに答えて競い合うコーナーとなっています。正解すると1ポイントゲット、終了時点でポイントが最も高かった人が勝者となります。一体何の運命が交差するんですかね。この3人で普通に対決するって久しぶりな気がします、うん、じゃあ早速やってみましょう。はい、ちなみにこの勝負に勝った人には何かいただけるんですか。天の声、何かいただけるんですかね。ですか、うん、何ですか、うん、お食事券。え、5万円分ありがとうございます。すごい。おー、聞いて、俺の話聞いて、聞いて。行こうぜ、行こうぜ、行こうぜ。5万円ペソかもしれない。日本円にしていくらかなみたいな。さあ、じゃあ第一問いきたいと思うんですが、はい、今回のクイズはですね、うんうん、なんと、はい、動画で皆さんに見ていただきたいと思っております。クイズヒントでピントみたいですね。そうですね。じゃあまずは第一問いきたいと思います。
はい、第1問こちら。ブレイブルークロスタッグバトルでは特定のタッグの組み合わせの場合は対戦開始前や終了時に特殊な掛け合い演出が行われます、はい、ラグナとノエルの対戦開始前の掛け合いから問題です。こちらの動画をどうぞ。どうしましょう。ラグナさん、まだお互いの連携に関する共有が。ああ、なもん。さて、ラグナはノエルに対してどう答えたでしょうか。シンキングタイムは30秒。視聴している皆さんも答えを予想してみてくださいね。それではスタート。はい、30秒って短くない？これスイト君撮ったんなら覚えてっしょ。いつ撮ったかわかんねえけど。なんだろうな、連携に関する共有が、あんなもん、うん、こうだな。もうそろそろこのぐらい行ってほしいな、ラグナには。いいじゃない、大人になってほしい。10年経ってっかな、うん、5間違いない、4 3 2 1。や、終了。さあ、シンキングタイム終了ということで、皆さん書けましたね。はい。さあ、じゃあどなたからいきましょうか。あさみちゃんからお願いします。はい、わかりました。それでは私は完全に想像でいきたいと思います。じゃあ僕言いますよ。あ、お願いします。はい。そんなもん愛だろ、愛。うわー、大人。ラグナ大人。なぜそこで愛、うん、なんかラグナにも10年経ったらやっぱ大人になってほしいなっていう思いがあるわけ。あいつ愛とかそういうのなんか知らなそうってか捨ててきてる、うん、そうなんだよね。でも、根本にあるのは家族愛みたいな動く人だから、うん、そう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 、うん、そっかそっか、だからなるほどね、ね、ノエルに対してか、なるほどな、そう、そう、愛だよ、わかるだろ、そう、俺お前のこと結構好きなんだぜみたいな。すごい素敵。まあ、なんやかんやほっとけないからね。ね、これ合ってるんじゃないかな。あー、ありえる。うん、じゃあ、じゃあ近藤さん。はい、じゃあ次は私です。答えはこちら、ドン。そんなもん、トイレに流してポーイだ。さあやなぜですか。言いそう。言いそうだね。 なんでこれ書いたんですか。なんか適当にしたいんだろうなと思ったんで、答えなくてポーイってしちゃいそうだなと思いました。あのポーイし、意外にトイレって流れないもの多いからね、詰まっちゃうね。ダメだよ。さあ、最後杉田くん行ってみましょう。杉田くんの回答は、はい、そんなもん、直接体に教えてくれ。ごめん、あのこのブルラジを撮る直前の収録が女性向け恋愛ゲーム撮っていた。かっこアヘ顔みたいなセリフがあったのに。そうなんだ、うん、直接体がさ、よくあるよね、あの、うん、その字。そうね、うん、体一文字じゃなくてね、身体って書くやつ、ね、あれを見ただけでなんかちょっとドキッとするよね。なんかド S に見えて実はクソ M だったみたいな。そうだな。体に教えてくれ。ふわなんか強そうな人が急に M になる瞬間っていいよねみたいな。何がですかって僕は答えたんだけど。さあ、じゃあちょっと回答見てみましょう。どんなものだったんでしょうか。正解はこちらです。どうしましょう、ラグナさん。まだお互いの連携に関する共有が。ああ、そんなもん適当でいいだろ。適当でいいだろうだ。あー、一番言いそうだったね。そうだった、うん、本当だ、ストレートだった、うん、本当だ、うん、変わってなかった、うん、変わってなかった。同じだよ。じゃあ次行ってみましょう。じゃあ次行きましょうかね。ブレイブルークロスタッグバトルのオリジナルストーリーが楽しめるエピソードモードからの出題です、うん、まずはこちらの動画を、動画って言うとちょっとドキッとするんだよ。いや、なんでもない。こちらの動画をご覧ください。細かい事情はよくわかんねえけど、ちょうど俺も腹減ってるし、一緒に飯を食べるくらいなら、まあ。あ、木田くん、ダメ。よかった。それじゃあ、早速取り分けちゃいますね。うわっ。はい、どうぞ。これ。ん？ええ。普通のですけど。なんか、メタリックな質感を放ってるんだけど。不思議ですよね。こちらの世界の食材を使ったからですかね。キリンがいるところみたいな。でも、味は保証しますよ。普通の味です。さて、ノエルが作ったメタリックな質感の料理とは、一体何？あれだね、やっぱりクロスタッグバトルになってもね、迷惑かけんだね。そうですね。私あの、半券の作品にご迷惑をかけて。あれ、シンキングタイムスタート。ご迷惑かけたつもりはノエルはないと思うんですけれども、ね、そうだね、笑顔ですもんね、はい、めっちゃ頑張ってメタリック、うん、
ちゃうかな、食われちゃうかな、食われちゃうかな、いるまえ5 4 3 2 1。できた、行きましょう。はい、じゃあまず私からいきます。はい、じゃあノエルが作ったメタリックな質感の料理とはじゃじゃん、メタルーパー。ずるいずるい、反則だ、ずるい、反則。でもありがとうございます、ありがとうございます。大変、次ゼロよろしく。ゼロ追ってる追ってる、本当ありがとう、めっちゃ楽しみ、わー嬉しい、コミケで買いました。なんかあのアニメ見た後秋葉に行くとテンションがガン上がるの、ね、あーそうだよね、なくなっちゃってるのもね。そうね、そうなんだよ、2010年の秋葉原なんで ね、まあ死んでますけど私。いや、おおと、おいおいおい、待て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 、まだわかんねえぞ、首つってくるわ、首つってくるわ、やめてくれ、なんとかバイデイライトみたいなのやめて。次こっち行ってみましょう。はい、ワイルが作ったメタリックな質感の料理とはオリーブオイルたっぷりの野菜いっぱいアヒージョですよ。これがアヒージョだっていうのかい。ほらほら、アヒージョっていろんな野菜入れるじゃないですか、パプリカとか、あのアサリだったりとかブロッコリーとか、ほらこういうね、あの色感になるじゃないですか。どっちかっていうと、うん、それを食った人がアヒーっていうぐらいの気分なんだけど。ジョーだね、ジョー。嘘でしょ、上と下からね、そうだね、ノエルに、ノエルじゃなくても、そのなんだ、近藤さん時代は調理スキルが高い人だから、うん、そうなのよね、ノエルがなんでこんなものを作るのかって多分本当は理解できてないと思うんだけど、ね、そうですね、料理は科学なんで、科学、はい、すごい、反応が起きるんですよ、わ大変。さあ続いて杉田くん行ってみましょう、はい、口の中で霧状になってて口移して食べさせてくれる CV が最高のカレーあ、これは何プスパーティーネタですね。そうですね、二幕音先生は、口の中で霧状になるぐらいまで咀嚼したカレーをサトシ君に食わせてくれるっていう、はい、さあ正解見てみましょう。はい、はい、どうぞ。これカレー、あれ、お、ええ、普通のカレーですけど、ね、なんかメタリックな質感を放ってるんだけど不思議ですよね、こちらの世界の食材を使ってみましたね。やめろやめろ、あ、それでも味は保証しますよ、普通のカレーです。出汁を取るのにあのピカルを入れたんです、うん、ほらほら違う、これは断じてカレーなんかじゃねえ、俺にはわかるこの皿の上から溢れてるプレッシャー超面白いな、これまるであの夜を鍋で煮詰めて盛り付けたかのような、あの夜、あの夜、これ正解なしだな、カレーだったけどね、これ なんか違うよ、違う気がする、うん、じゃあ違う、もっと次元を超越した何かだよ、何かだ。さあ最後の問題です。同じくエピソードモードからの出題です。まずはこちらの動画をご覧ください。ごめんね、でもそれで最後なんだ、ルービーだ、行くよ、クレセントランス、待って、私たちは問答無用、さあ、あなたたちも構えて。仕方ねえ、天城、やるぞ。あ、うん、はぁー、うわー、びっくりした、今度はなんだよ。はい、というわけでルビーが突然大声を上げた理由を考えてみてください。シンキングタイムスタート。はい、はい、この人可愛いしか書かねえな、キャッキャしてるからなんか喜んでるのかな、うん、あ、どっちだろう、うん、二人を見てってことだよね、うん、二人を見て、うん、なるほど、いるまえ5 4 3 2 1。できた、はい、それではじゃあもう私ちょっと出落ち感あるんでいきたいと思います。どうぞ。ルビーが突然大声上げた理由とは、木を見て木をと言った。よく聞こえなかったのもう一回いいですか。木をあれ木や森の中にある木やしばらく様子を見るぞそうです、ね、レモンが実がなっているぞ、そうだレモンをもごう、レモンの木や助けてお願
願いお願い、スイタくん喋ってお願いお願い、一生のお願いお願いお願い、喋って喋って喋って、こんちゃんこんちゃんこんちゃんは仲間でしょ。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしいよね。森や森さんや森や森や。はい、じゃあ近藤さん。あ、はい。ルビーが突然大声を上げた理由とは、コテンパンにいじめてくれると思って嬉しくて。あら、夢があるわ。俺なんか指し示したかのように、なんかこれで、ね、僕が考えた、こちらです。ルビーが突然大声を上げた理由とは、どうやってなぶろうかなって。あ、逆だ逆だ逆だ、逆なんだよ。 S なのか M なのか。そうだね、これはちょっと回答気になりますね。 S か M かで言ったら、もしくはもしくは K、 どっちもだ。どっちもか。S か M か W か。つまりルビーは可愛いってことで、可愛い、可愛いですね、うん、どっちでもいいんだもん。だってまあ確かに、でもいじめてほしいし、うん、すっごいいじめたいし、うん、そっか、うん、でも正解も気になる。そうだ、見ちゃおう、見ようぜ見ようぜ。仕方ねえ、天城やるぞ。あ、うん、あいい声。うわ、びっくりした。今度はなんだよ。なんだなんだ。もしかして、あなたたちは、あの、伝説の異国に古来より伝わる、忍者に、芸者？え？まさか生で見られるなんて、超クール！あの、私たちは別に。まあ、あんま悪い気しねえけどな。そうなの？え、はじめくん。そうなの？そうなの？何を見たの？何の文献を見たの？外人さんだから、ルビーちゃん。そっかな。なるほど、そういうことか。そういうこと。初めて見るんだよね。そうだね。ちなみに、あの、S と M だったら、S っぽいな。だよね。多分、どんな時もあのテンションと顔、表情が変わらないはずだから。そうだね。そうか。興味があります。はい、というわけで、実際のところはゲームの方で確認してみてください。はい。さあ、結果の方を発表していきたいと思います。はい。こんちゃん。はい。0ポイント、はい、イマジン、はい、0ポイント、はい、杉田くん0ポイント。そうですね。カレー入れる？今なら入れられるよ。いや、俺なんかそんな自信ない。そんなことよりも、なんかメタトゥーパーって書いた今井さんの方が。いや、ちょっとそういうの、そういうなんか大人の感じでやめてくれる？あれは抗えないぐらい面白かったんで。本当に書いてくれて僕幸せです。え、本当？でもキアの方が面白かったことない。全然。それはノーコメントね。というわけで、じゃあ、はい、私の勝ち、イマジンの勝ち。なんとなく森さんもそんなような顔してる。森さん5万円。おい。いや、あの、どこに日本円にして5万円くらいの価値がある何かの数だから、うんうん、はい、わかりました、うん、じゃあちょっとメタルとか5万円分お待ちしてます。大変。以上、ブルラジクロスクイズバトルのコーナーでした。プラチナ製かな。戻ってきたよ。ブルラジネームノエルさんから届いたポエムだよ。ネオネオネオ、新しく生まれ変わるの。今日の私にこんにちは。新しいお友達にこんにちは。意外なあの子もベストフレンド。新たな仲間と手を取り合ってどんな試練も乗り越える。あなたもさ、手を出して。今日からどうぞ、よろしくね。名前を呼ばれた気がしたな。あ、でも近藤さん、このゲーム、二人用なんだ。ごめんな。ブルラジニュースネオ。こんにちは、クイズ名探偵です。ブルラジニュースネオのお時間です。今回は露骨に製品紹介をお届けいたします。番組でもお伝えしてきた通り、ブレイブルークロスタックバトルが好評発売中です。数量限定のリミテッドボックスには追加キャラクターが全て使用できるオールインワンパックに加え、
本作のアートブックほか、プレイステーション4版にはビレーイラストを使用したアクリルスタンディ、スイッチ版には割と何でも入るマルチ収納ポーチといった豪華特典が付属。くれぐれもお見逃しのないように。そして早期購入特典には追加キャラクターセットボリューム1、はい、誰かな、プラチナザトリニティ、人気だね、辰巳寛治、投げキャラだね、オリエレ、おや、あれ、おや、以上の3人がついてきます。あれ、まあ、まだまだある、まだある、まだある、まだ告知ある、まだ告知あります、聞く聞く、はい、ね、ブレイブルーセントラルフィクションの全てがここに。全36体のメインキャラの設定資料に加え、エクスプレーズや小説、コミックなどの関連作のキャラクター設定やストーリー解説、用語集にプロデューサーインタビューなど10年紡がれた青の歴史がこの一冊に集約。ブレイブルーセントラルフィクション公式設定資料集は全国の書店、通販サイトなどで好評発売中です。ブレイブルークロスタッグバトルでお世話になっておりますアトラス様からのお知らせです。2015年に発売され人気を博したペルソナシリーズのリズムアクションゲーム、ペルソナ4ダンシングオールナイトに続き、ペルソナ3とペルソナ5もリズムアクションゲーム化。ペルソナ3ダンシングムーンナイト、ペルソナ5ダンシングスターナイトはプレイステーション4、プレイステーションビータにて好評発売中です。詳しくは公式サイトをチェックするんだ、ジョーカー。というわけで以上、ブルラジニュースネオでした。終わんの、ブルラジネオ。さて、ブルラジネオ、そろそろお別れの時間です。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。ご覧のコーナーまでどしどし送ってくださいね。お便りが採用された方にはブルラジオリジナル何かがプレゼントされます。多分ステッカーです。ステッカーもリニューアルしていますんでね、何枚かに1枚ね、シークレットがあるかもしれない。マジ、あれかな、やっぱり椿と伊佐宵が入るから、椿と伊佐宵のバージョンも作っとかないと。いいえ、はい、はい、ブルラジに関する情報はブルラジ公式ツイッターでお知らせ中です。まだフォローしてないよという方はぜひチェックしてくださいね。はい、ところで皆さん、ニコニコ動画のアークシステムワークス公式チャンネルにはもう登録してくださってますか？おお、なるほどなるほど、ありがとう。いいともっていっぱい流れてきてるから、ね、登録の仕方がわからないよって方も今多分画面に説明っぽいものが出てると思うので、確認して必ず登録してくださいね、お願いします。はい、というわけでですね、このブルーラジもね、まあ、10年くらいですか、うん、迎えて、まあ、これからもね、あの新進会空手じゃないですけども、いいと思ったものはガンガン取り入れてくる、うんうん、中国4000年をパクりまくるじゃないけども、ええ、いいと思ったものは全部取り入れる。そうだ、間違いない。というわけで、ブルラジネオ次回の配信はやりたいんですけど未定です。あや、あ、はい、あ、でもやるんですかね。やるの、あ、でもそれでお便り募集してたもん。あ、そうだよね、すると、そうそうそう、やりたいという意向はあるのですが、うん、まあ、それなりに頑張っては見てはいるんですが、うん、まあ、予定は未定という言葉もあるんですが、うん、それではまた次回、お相手はラグナザ・ブラッテージ役杉田智和と、ナイル・バーミリオン役近藤佳菜子と、椿弥生役今井あさみと、はい、エイブル・エイブルシリーズプロデューサー森田清水でした。いたよ、バイバーイ、バイバーイ。この番組はアークシステムワークス株式会社の提供でお送りしました。椿の幸せになりたい、ネオ。ブルラジネーム断罪さんからいただいた元気のないお便りを紹介します。結局やるんですね。なくてもよかったんですけど。いや大丈夫です、今日断罪さんだ、またノグソ君とかじゃないんで大丈夫です。違った、うん、杉田さん、今井さん、近藤さん、スタッフの皆様、ブルラジは、はい、どうも、ブルラジは、はい、私はとある政府関連機関に所属しています。そこで帝政府機関に盾つく愚か者、特に反逆者を処罰する任務についております。いつも断罪してんな、うん、辛く厳しいこともありますが、世界秩序に貢献できるやりがいのある仕事です。最近
同じ職場の親友2人や大好きな兄様が新世界での秩序回復の任務に就きました、うん、ですが兄様たちが奮闘しているにもかかわらず、なぜかなぜか私はその任務から外されてしまっています。納得いきません、うん、同じ赴任先の細めの上官はどうなってもいいのですが狭間ね、わかんないっすよ、誰かわかんないっすよ。そうですよね、あの3人の力になりたいと思っているのに、そうできない自分が歯がゆくて少し寂しいです。どうかこんな私を元気にしていただけないでしょうか。なるほどね、すっごい他人の気がしない、自作自演って言うんじゃない、いや、なんでもないです、うん、断罪してやろう。お、来た、わかりました。それじゃあ今から私が約30秒くらいで幸せになれる方法を伝授します。よし、わかるよ断罪さん。でもね、こういうのはほら番組が続くでしょ。あ、何のことか何の仕事か私はちょっとわかんないですよ。でもラジオが続くってことがさっき判明したじゃないですか。だから多分大々的に、そうだな、3回目ぐらい、4回目ぐらいかなにきっと椿もなりましたみたいな感じになると思う。あ、椿かどうかはわかんないんですけどね。安心して、私もそう信じてる。一緒に幸せになろうね。次追加されんの前夏目でしょ、うん、え、決まってんの。いや、いいなって。杉田くん言うかというとさ、うん、あのちょっと力が強くなりすぎるかもしれないからやめて。いいですよ、なんとか学園のキャラでも。え、ちょカラーリングだけでも寄せてくれて僕幸せだったんだ。あの前にも会いたいな、うん、そうか、ここね、関わりあるもんね。会いたいな、あるね。